ライブリポート中央競馬中継とは2011年1月5日から2012年5月27日まで千葉テレビ放送が制作、放送していた中央競馬実況放送の番組である。番組名のライブは最終レースの実況を中継をリポートは当日行われたレース結果紹介を指している。キャッチコピーはドラマは最終レースまで終わらない。これまで 関東独立 UHF テレビの中央競馬中継はメインレースの時間帯である15から16時の1時間を除いて中央競馬ワイド中継が1985年から2010年12月26日まで25年に渡り放送されてきたところが日本中央競馬会は長年東西で別々に行われてきた競馬中継を一本化にしさらに限られていた 視聴地域も全国同時ネットにすることを画作。無料 BS デジタル放送の BS11 に打診し、2011年1月の開催から毎週土日を中心にした中央競馬開催日に全国制中継による BS11 競馬中継を開始することとなった。この番組開始に伴い前番組は終了となり14時から15時の1時間は、 JRA 競馬中継として、BS11 競馬中継をネットすることとなったが、ウィニング競馬、みんなの競馬終了後の16時からは、BS11 競馬中継は、ネットせず、関東独立局による、独自制作の競馬中継を開始することとなった。放送時間に関しては、全番組の第2部の時間帯に相当する。このような点は16時台のレースの時間帯で、 地上波の中継を打ち切られた近畿広域圏とは大きく異なる。全番組は東京海西分をテレビ神奈川、中山海西分を千葉テレ、福島、新潟海西分をテレビ埼玉と首都圏トライアングル加盟各局が制作担当となっていたが当番組はすべて千葉テレ制作である。 オープニングエンディングは当番組独自のものであり、ワイド中継時代のオープニングエンディング画面、音楽は JRA 競馬中継で使用している。主に各競馬場の最終レースの生中継を中心として、当日の各競馬場の1日のレース結果、払い戻し、および翌日、次週の重賞展望が行われる。レース実況については前番組同様に、 ラジオ日経の音源を使用しているが、司会を長岡が担当する場合は、関東メインレースのリプレイ VTR の実況音源は司会の長岡が行ったものを使用している。当番組は前番組の第2部から引き続いて、最終レースの実況中継を中心として放送していたが、制作局の千葉テレでは2012年5月27日で放送終了することになった。 ただし TBK では5月 26.2E7 日に、テレダマでは27日にボートレースの笹川小競争を放送するため TBK は5月20日、テレダマは5月26日に番組終了し、番組最終回の27日は千葉テレのみの放送となった。これにより、全番組より27年間にわたり続いていた、関東地方独立局制作の競馬中継は、 消滅し、囲碁首都圏、トライアングル3局での競馬中継は、BS-11 制作の JRA 競馬中継のみとなる。なお、千葉テレでの最終回である5月27日も、通常通り17時までの放送だったため、当日の東京最終レースであるメグロ記念は、放送されなかったであった。当初は総合司会1名、解説1から2名の出演であった。 2011年7月10日放送より、アシスタントの岡田が加わった。どちらか1名が出演。両名とも、日本短波放送元アナウンサー。特に決まったローテーションはないが、前述の通り中山、東京での GI 会再日はうので固定されていた。番組末期は、日韓競馬トラックマンのみの出演となっていた。原則として、柏木。 飯田のどちらかがそれぞれ各週出演であり、基本的に、第1.3週が、柏木、わぎ、第2.4週が飯田となっていた。基本的には、オッズ読み、プレゼントや、競馬関連商品、グッズの紹介、土曜日の、眉間予想を担当していた。アシスタントのほか、2011年9月には、視聴者プレゼントである乗馬体験のリポートも行った。は、TBK では、 通常見ることができなかったコーナー開催状況により、異なるが、下記はサンバ開催の場合の大まかなタイムスケジュールで、ある上記3曲と同様に前番組のネット曲であり14時代の JRA 競馬中継をネットすると、チギテレビ、群馬テレビに関しては当番組をネットしなかった。また、震災前は、以下の通りの放送時間であった。ありがとうございます。